さあ果たしてなんだ大したことね、細いただの金髪のんこのボーイ、あーダーリーな弱そう。接客なんかやってられるかよ、今日なんて青くせえガキばっかりだしよ。しかもどいつもこいつも態度が悪い。若者相手に嫌気がさしてサボってるところか、サボってるってとこか。服を貸してもらえないか交渉してみるか。なあ、あんたちょっといいか。あ、お前ん、あれ、え、マーシー、もしかして田代君か。あ、お前何更生してホテルマンやってんのか今。カイト、なんでてめえが。お前こそなんでボーイなんかやってんだよ。あのダセージャージ着てたよな。ヤガミの野郎のせいで。タボーのどういうことだ。俺はここ数年イベント会社のプロデューサーとして偉人町で華々しい活躍をしてたんだ。あ、そうだったんだ。だがヤガミの野郎のせいで俺の悪事がバレて会社をクビになっちまったんだよ。そうか、まあ、お前のせいでもあるけどな。よくわからねえが、悪事がバレたってことは要するに自業自得だろ。うるせえ、そもそもはてめえらのせいなんだぞ。てめえらに俺のお気に入りの一丁羅を追い剥ぎされてから俺の運気は下がりっぱなしなんで。あん時は悪かったよ。ま、その話はともかく、その服ちょこっと貸してくれねえか。な、なんだと。どの基地で頼みやがる。ちょっと訳ありで必要なんだよ。いいだろ、減るもんじゃねえし。ふざけんな、むしろてめえが脱げ。なあ、なんでそうなるんだよ。俺の味わった屈辱をてめえにも味わわせてやるんだよ。脱がねえつもりなら脱がしてやんよこの野郎。おいおいおい、やめろって。追い剥ぎの件は悪かったって言ってるだろ。うるせえ。12月の寒空の下、裸に向かれて打ち捨てられるヤクサの気持ちがてめえにわかるか。てめえを裸にひんむいてやらなきゃ俺の気が収まらねえんだ。覚悟しやがれ。仕方ねえ。だったらこっちも強引に行かせてもらうぜ。どうなの、少しは強くなってんの田代君。俺新しい技覚えたからちょっと行かせてもらうぜ。お、ちょっと強くなってんじゃん。はや、あ、強えわタッシー。これ俺新しい技、これ合ってる、これ。ちょっと一回勝ち込みの、え、違いそう。これ違うの、食い打ちではないもんな。もう一回やってみるわ。おーい、うっつー。あ、なんかうまくいかねえ。これは違う、これはミス、これはミス。あぶねー、ズラードリアー。しょうがねえな。あとはお前はこんぐらいでちょうどいいわ。お、何 EX が効かないだと。なんかいいもんないかな。タシ、ゴミ箱でどうだ。ズラーマジ強えわ。攻撃力がヤガミのなんか2倍ぐらいあって強え。タシロくん、なんて君はいい体してるんだ。そして3年経った今もなぜそんなどでかいブリーフなんだ。また寒空の下、ここで多分次回作でまた恨みを僕は買われるんでしょう。ちょっと太ったかな。ほら少し半目なんだよ。田代くんのこれセガの深淵、あ、見れねえな。やっぱこのさ、左足がちょっと股関節が曲がってんのが絶妙に。あー、ダメっすね。じゃあ行きますか。
匂いか、確かに怪盗スメル無臭だわ、無臭だわ。おう、ちゃんと洗ってるわ、ちゃんと剥いて洗ってるわ、しっかり。じゃあ行きましょう。